オッドアイ109チャンネルの AT です。今回はこちら、小泉のハンズフリーファンダブルタイプというののご紹介です。どういうものかと言いますと、洋服のこの裾のところにくっつけて下からブワーッと空気を送り込んだり、もしくは首からかけて自分の顔、首に向かって風を送るというファン、夏暑い時用のものなんですが、ちょっと開けてみますね。こういうものですね。こっち側にこういうフック、こっち側に逆向きのフックがついています。ハンズフリーファン、パワフル風力、風量3段階切り替え、 USB 充電式、ベルト固定用フック、ネックストラップ付属、コンパクトサイズという商品でした。ハンズフリーファン、付属品はこういうのに入って、下にこう入っています。どういう風に使うかっていうと、こういう、まあ本当は背中側につけるといいと思うんですけれど、ダブルなので裾にですね、ベルトでもいいんですけれど、こういうところにつけて、これで弱、中、強と3段階がロータリー式になっていて風が出ます。こうですね、中に風を送る、非常に涼しい。背中側にやると夏場背汗をかくと、ここベタベタして気持ち悪いじゃないですか。その汗を全部冷却に使っちゃえっていうことですね。今もちょっと脇に暫定的につけましたけど、こうすることによって洋服と肌の間を風が通るよというもので、まあ、これ自体は前からいろんなタイプが出てたんですけれど、小泉というとこういう家電、扇風機とかいろいろ出してるメーカーなので、小泉のが今回あったので、おお、どうなんだろうと思って買ってみました。以前にも私こういうタイプを使ってたんですね。これは1個だけのタイプなんですけれど、これもやっぱり同じくこういうフックがついてて、こういうズボンのところに引っ掛けて、上にシャツを今度はこっち側に留めて、真ん中から空気をっていうのなんですね。こういうのだとストレートじゃないですか。下から入って上からっていう風に筒状になっててストレートに抜ける、これもダブルですけど、こうこっちに入ってこっちに抜ける、ストレートに風が抜ける筒タイプ、これが結局一番パワーがあったなっていう。こういう薄型のロータリータイプっていうのもテストしてみたんですけれど、これはあの中にファンがこう回るのが入ってて、でここ蓋がついてますけれど、この中こっち向きにファンがついてるんですね。でこの横から吸い込んで、この上から風を出すっていうタイプなんですが、すごい風が微弱なんですよ。やっぱりこっちから入れてこっちから出すっていうと、ストレートにこうビュービュー出してるタイプに比べると、90度曲げてこう入れてる上に出口が細いと、やっぱりパワー弱かったです。でこれはちょっと弱すぎるなと思って導入したのがこれだったんですけど、これだったらこっち側とこっち側2個買って2個同時にこうっていうのもいいんですけれど、これだったら1個で2個くっついているので、こう背中真ん中にくっつけるとか、まあどっちかに寄っててもいいんですけど、ちょっとポシェットを持つような感覚でやると、普通の洋服シャツが空調服みたいな感じで中に空気を送り込むっていうファンですね。今回はこのダブルタイプ、比較のために買ってみました。こっちだと1回押すとスタートして、強ですね、これ強いです。もう1回押すともっと強くなって、もう一回押すとストップっていう感じになります。と中見えるかな、ファンが7枚ファンで、パソコンなんかをこう冷やす冷却ファンにちょっと似てるかな。7枚バネで、この筒の中でいうとファンがこの辺にモーターが入ってます。で小泉のはこうやって横から見た時に、一つ一つは5枚バネで、映るかな、5枚バネで、モーターはこっちじゃなくてこっち側についてますね。下の方についてます。あ、2個くっついてるのと、バッテリー容量もそこそこ2個分くっついてるので、こっちの方が重量はもちろん重いです。これも結構パワフルだったので、やっぱりこのストレートタイプ、下から入れて上から出す、この筒になってるのをこう横に入れるっていうのが一番パワー出ますね。ここがぺったんこで薄けりゃその方が見た目はいいけれど、風を通すんだから、風を通す穴がこう筒状にストレートに大きい方がやっぱり涼しいは涼しいんですね、ぺったんこタイプよりも。だからこのストレートになってるタイプはおすすめです。小泉のはスイッチを1回押しても動きません。長押しです。長押しにすると、まず1個、ちょっとモーター音が気になるな。シリコンオイルかなんかで軸に油を刺そうかと思ってるんですけど、ちょっと音はですね、まあ外でね、雑踏の中でこれを入れちゃうと正直わかんないなとは思うんですけど、こんな感じです。でここ電池マークのレベルにもなってるので、あと電池がどれくらいあるよっていう LED ですね。これがだんだん減っていくんです。見えるかな、今映ってるのに。これで映るかな。そう、 LED が今満タンになってます。これが
弱の状態ですね。これが中の状態、これが強の状態です。首から下げてもいいんですね。自分の首元に向かって、顔に向かってやってもいいと思います。多分マスクこの夏も必要になっちゃうのがまだ続くと思うので、こういうアイテムで熱中症対策っていうのを進めたらいいんじゃないかなと思って、今回これ持ってきて提案してみました。強にすると結構な風きますね。こんな感じです。なんかいつも風でこう旗みたいにシャツが動いてるっていうのはありますけど、こんな感じで結構な風きますね。あとはこのシャツのこの具合、角度によっても風の動きっていうのも変わっちゃうし、こうまたパタパタパタっていうのの感じも変わりますかね。こうするともちろん来ないですし、でポイントなのはこっち側にも裾を乗っけるところ、こっちはズボン側でこっちは裾を乗っけるところがあるっていうのが肝で、ここにつけてないと、この上にまずかぶっちゃうと風きにくいですよね。あとこっち側、ここの留めがないと下までこうシャツが垂れてると、ここ吸ってますからシュッてここ蓋になっちゃうんですね。そうするとやっぱり風来ないですから、こっち側とこっち側にこういうフックがついてて、ここにちゃんと乗っける、下をこうキープする、ここのところを塞ぐものがこうペタッてこう吸い付かないっていうのが重要だと思います。これ電池の持ちですが、内蔵バッテリー約 4.5 時間でフル充電、1回の充電で風量を強で使った場合約90分使えます。弱くすればもちろんもっと持つわけですね。まあ一番暑い最中で外でやってたら強を使いたくなるかな。マイクロ USB ですね。で充電できるようになってます。充電しながら使えるのかな。もし途中で電池切れちゃった時、外部バッテリーでつなぎながら使えるかどうかっていうのは書いてないかな。はい、試してみました。この手のファンはみんなこのタイプのマイクロ USB なんですけれど、なんでみんな全く同じコードがついてるんですかね。あのゴムで留めてあって同じタイプ、あこれも同じだな。なんかみんな作ってる大元は一緒なんですかね。もちろんメイドインチャイナだと思うんですけど、はい、でこれでバッテリーを今充電状態にして電源を入れてみました。やっぱり動きませんでした。それとファンタイプ、こっちもそうでした。充電しながらは使えないんですね。ものによっては平型の手で持つハンディファンなんかの充電式のやつだと、コードをつなぐとコードからの電源供給で動くというタイプもありましたが、このストレート型に関してはそういう機能なんかみんな共通で持ってないみたいで、電池が切れちゃうと充電しながら外部バッテリー、モバイルファンで風をっていうのは無理みたいです。充電状態になっちゃうとスイッチを押してもファンは動きませんでした。付属品としてはもう一つこういうストラップがついていて、でこのストラップをここの穴に通して使うんですが、ここに取り外し式のバックルがついてます。とつけちゃいましょうか、せっかくなんで。ここにバックルがあるっていうのはかなり使い勝手いいですよね。ただ首からかける長さ調節ができるっていうだけだと、外したりするときいちいち首通さなきゃならない、帽子かぶってたりメガネサングラスしてたりすると不便っていうのもあるんですけど、これはいいなと思いますが、これも一応ジョイントになってるのかな。ここボタンがついてるから、ここを何かピンかなんかで押すと外れるのかな。で長さ調節はできるんですけど、こうやって首から下げてファンとして使うこともできます。あ、結構涼しいですね。この方が涼しいかもしれないですね、もしかしたら。耳元とか首元とかっていう発汗しやすいところ、また外に出てて熱を放出するのに適している人間の器官ですから、そこに直接風をやっちゃうのは結構涼しいです。涼しいんだけれど、耳元でちょっと風がずっと来続けてるのはうるさいかな、風切り音がして。あと注意していただきたいのは、人がいっぱいいるところ、ウイルス感染が収まっている時ならいいんですけれど、ウイルス飛沫飛んでるかなっていう時にこれをやると、空気中にこういるウイルス飛沫を顔に、まあ口と鼻ですね、呼吸器官に向かって直接吹きかけちゃうっていうのはあまり得策ではありません。花粉の時とか風邪で普通の状態よりも風量をマスクに対して当ててしまうと、マスクは通常よりも倍のウイルス量をここに浴びてしまうことになるので、ウイルス飛沫が飛んでいるという状態では、まあ、もちろん倍っていうのはちょっと仮に数字出しただけで、実際にはいっぱい飛んでればもっと受けることになっちゃいますし、通常よりたくさんのウイルス量を自分で浴びてしまうことになりますから、ウイルス飛沫が飛んでる時にはマスクに向かって、また口鼻に向かってこれを使うのはちょっと控えた方がいいと思います。
シャツとかだったらね、まあ、肌にウイルスがくっついたって後でシャワーを浴びてこれも洗濯してってすればそれは、まあ、接触感染触っちゃったりした時っていうのは心配あるけど、お風呂入ってこれ脱いだら、まあ、手も絶対洗いますもんね。洗えば 90% 以上 99% 以上落ちますから、直接顔に当てるよりも洋服の中に、これストラップですぐ切り替えられるのも便利ですよね。中に入れてやるの方がウイルスの対策、感染対策の時にはいいと思います。使い分けるといいですよね。屋外で一人でいる時だったらそんな心配ないんだから、堂々と首から下げて使うのもいいと思います。屋外のイベントとか外を歩いてる時とか室内に入ったりなんか劇場とかに入ったらこれうるさいので多分使えません。そういう使い分けができるといいですね。まあ劇場内とかそういうところだったらうちわとか折りたたみの扇子とかをバッグに入れるところの方が現実的だと思いますが、外で雑踏の中だったらこの音は全然気にならないと思います。小泉メーカーが出してるのはちょっと信頼できると思ったので今回これを購入してご紹介したいと思いました。結構ね厳しいこと言ってて、開封の時のご注意とか言って、初期不良だったら交換するけれど返品できない場合もあるから綺麗に開けてね、汚しちゃったら破いちゃったりしたら交換できないよっていうのが注意書きであったんですけれど、1時間半持てばまあよしとしましょう。はい、すごい暑い時外で使う用のファンですね。今回は小泉のファンのご紹介でした。ご視聴ありがとうございました。